不思議な魅力的な場所ができました。知恵がないです。いいスペースなんですね。知恵の波に。それの気持ちは、歴史的にはたくさんの道に港を含め、汽車、今は車、そして人が混じってきた、そういう場所ですね。そこに知恵の並木を表す本のスペースがあります。知恵というのは仏教や学習や学びにとってとても大事なものですが、知恵の形っていうのは知恵のアンテナがありますけど、なかなか知恵はどういう形をしているのか分かりにくいですね。でも知恵を一番形にしているのは何かというと本なんですね。本というのは歴史によって長い大変な経緯が確かに。